皆さん、こんにちは。レックス2講師の根本です。ここでは、実力要請編を受けた後、どんなように教材を活用していくのか、それをアドバイスしていこうと思っています。実力要請編、受けているとき、そして受け終わった後にもらえる冊子が3つあります。まず1つ目が、問題冊子というものです。こちらはまさに、受験をするときに使う冊子になります。 実際の本試験と同じ大きさ同じ字の大きさで出ております。ここに丸ツをつけていくとそして皆さんはマークシートにマークをして出したわけです。そしてこれが受け終わると解説冊子と講義レジュメというのが手渡されます。この解説冊子ですがまず冒頭のページには どの問題が正解がいくつなのかそして横には自己回答を書く欄があります自分の回答番号をずっと書いていって照らし合わせて合っていたか間違っていたかをチェックできるそして最後のところにはトータルで自分が35問中どれぐらい解けたのかと,というのをメモる欄も出ておりますで解説冊子には他にも 実際の問題がもう一回掲載されます。そのため、実際の問題冊子はどんどん汚してください。で汚してしまって、2回目、3回目は、この解説冊子を問題集代わりに使ってください。問題があり、なおかつ、次のページの方には、解説が載っております。で、この解説の方には、正解番号、 そして一足一足についての整合そしてここがレックの特徴ですが一足ごとに復習度を入れています絶対落としちゃいけないぞというのが3ですできれば取ってほしいと,というのが星の2ですもう完全に捨てていいぞというのが星の1と思ってください そのため、このあたりはどこまで復習するかというのは、ご自身の取った点数で決めていいと思うんです。一つの目安で言うと、例えば、正解数が20問ちょっとぐらいしかいってないという方は、復習度3しかやっていかない。25点、25問を超える方は、2までやっていく。まあ、1はどのレベルでもおすすめしない。そんな感じで使ってください。 そして、ところどころ、室内実績というのを入れています。この年のこの足で出てますよと。となので、特に間違えたもの、ああ、これ間違えた、やられたと,といったもの、過去問でも出ていたら、それも確認するといいと思うんです。その確認によって、同じ表現で間違えたのか、過去問と聞いている知識は同じ。だけど、表現が違くてやられたのか、それがわかります。 そして最後に、一番上のところに、あ、最後のところにね、論点確認の入り口というのを入れています。この分野を復習したければ、こういう教材を読んでおくといいですよ。この教材がいいですよ。ブレイクスルーだと21ページあたり、実践力の教材とこのページあたりというふうに、大まかな目安を入れております。なので、まあ、全部やるとね、やってられませんよ。なので、例えば、うわ、こんなこと知らなかったよ。どこに載ってんだろうと。 もうそれは解雇検討がつかなければこの辺りからね探していくのがいいんじゃないかと思いますそして択一の後には均一式についてもやはり問題が載っておりそしてそのあとに回答解説が 科目ごとに出ております。ここに画面出しているのは昨年のものになります。択一、キース両方とも昨年のものをやっています、はいで。それとは別に講義レジュメというのが配られます。これは解説講義で使う冊子と思ってください。えこちらには私の方が作ったレジュメが結構多くね、毎回 20, 20ページぐらい載っていると思います。でそこなんですが 毎回冒頭一ページ目。こういったものを入れております。一問一問についての、まあ、難易度、講師から見た難易度です。空欄になっているもの。こちら下の方見えるでしょうか。こちらは基本的な知識だけで答えまではいけるという問題です。五足全部基本という意味ではありません。 例えば「あ」が基本知識で「丸、い」が基本知識で「×」これだけで答えが出せるこれは基本知識だけっていう位置づけになります仮に「う」「え」「お」これがすごく難解な問題足だとしても基本的な問題っていう位置づけになります次が「二択」と書いているものでこれは基本的な足が切れても「あか」「い」か「 赤、ウカ。どうやっても二択まで追い込まれちゃう。基本的な知識だけでは二択まで追い込まれてしまうものを二択としております。で、最後は難問というものです。もうこれはもう一足切るのもきついといったものになります。ぜひ、復習の時に何問取れたか。もちろんそれは重要ですけどね。それ以上に どういう分野を落としたか、そこは見てほしいんです。例えば、基本的な知識の問題を多く落としていると。で、よくよく見ると、なんだ、あと、なんで意いいを判断しちゃったんだと。おにもっと楽なのあったじゃないか。それとかね、うわーこれ基本だ、やられちゃったよ。本当にあいいのドキそうやられちゃったと。ということもあるでしょう。その基本の問題を間違えた場合は、 本当に基本が抜けていたのかそれとも自分が検討する足を間違えちゃったのかそれをぜひね見直してほしいんです一方二択で間違えた場合まずはちゃんと二択まで行ったかどうか確認ね二択まで行かずにもう完全にあさっての方向に行ってればそれは問題ですよで二択まで行った状態で最後の円やで間違えたとというのであれば もううこれはしょうがありませんその知識を知らなかったのが悪かったんですまあ悪かったというか知らなければ解けないんですもんそれを法的思考力を使って解くというバクチの訓練なんかする必要はない結局覚えた人間には勝てませんその二択で間違った足を覚えていきましょうで最後に 難問というものはもうこれは完全にスルーしちゃってもかまいません、えー、これ解説講義を聞いて「うんなるほどね」とって分かればそのレベルでいいでしょうまた各界についておおよそ到達してほしい目安を入れています基準点突破経験がなくて予習をしっかりした方と基準点突破経験をしていて予習をした方 どれぐらい取ればいいかということも毎回の冒頭で目安は宣言していくつもりです。以上が私が担当する実力要請編の冊子と大まかな解説講義解説ベジメの内容でした。ぜひ実力要請編12回頑張り抜いてください。待ってます。